こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日の動画ねこれです。バン、リボルバーいろいろなんですけど、今日はねリボルバーいろいろの何をやろうかと言いますと、フレームラグっていうところにねちょっと着目して、フレームラグってなんだよっていう、まあ動画です。じゃあね、早速フレームラグについて、じゃあこれでやろうか。これが M66、まあ、M19 のステンレスモデルを模したモデルなんですけど、じゃあね、まあ、リボルバーってさ、こうシリンダーがスイングアウトするよね。でこのシリンダーって、まあ、回転しなきゃいけないっていうのもあるんだろうけど、厳格に保持されてないっていうかね、ここのビスを緩めるとシリンダーが抜けちゃうわけですけど、でねシリンダーってさ、このヨークにこうスポットはまってるだけなんですよね。エキストラクターロッド一式とともにこうスコスコはまってるだけです。これでね、じゃあこうシリンダーをスイングアウトしてこう後ろに抜けてこないのは、そのフレームラグってのがあるおかげなんですと。まあそういうことですね。フレームラグって何っていうと、ここです。ここの出っ張り、こいつ、ここの出っ張り、これね、リボルバー見ると全部についてますんで、ちゃんと。例えば、これ、コルトパイソン。ね。コルトパイソンもここにちゃんとこう、しっかりね、出っ張りがついてます。コルトパイソンのはフレームラグっていうのかどうかわかんないけど、ね。こいつがあるおかげでシリンダー抜けないんですよ。ね。そういうものです。ね、クラウンにもついてるよ。クラウンの M19。にもちゃんとフレームラグついてます。ほら、でこいつに当たってシリンダーが抜けないと、そういうことになってますんでね。クラウンのシリンダーっていうかヨークどうだろうね。あ、クラウンのシリンダー抜けねえんだな、うん、エキストラクターロッドを抜かなきゃ抜けないんで、まあフレームラグなくても抜けないっていうことにはなるんだろうけど、まあモデルガンだとそうはいかないんでね。でこのフレームラグにもねちょっと、違いがあるんでね、その辺もお話ししていこうかなっていうところですね。この M19 はカウンターボアドですよね。後々カウンターボアドじゃなくなってくるんだっけ。まあとりあえずこいつはカウンターボアドのシリンダーになってます。なんでフレームラグは1段なんです。これ後でわかるんですけど、こいつ M586、M586 のフレームラグちょっと眺めてもらうと、なんか2段になってませんね、ここ引っかかる部分が。これなんだよって話なんですけど、じゃあ357mmのダミーカートちょっと入れますけど、カウンターボアじゃないんだよね。なんでシリンダーからカートリッジのリムが浮くんだよね。こういうシリンダーの場合、こうやって出した時にさ、ほらシリンダーを押さえるのがフレームラグなんだけど、そこをさカートリッジが通らなきゃいけないじゃない。なんでカートリッジが通る部分とシリンダーを押さえる部分で段が必要なんで、こう2段になってるんですよ。これがカウンターボアードじゃないスミス&ウェッソンのリボルバーのフレームラグってことになりますね。なんでマルシンのモデルがやっぱりこの辺も忠実に再現してあってかっこいいなと思いました。うん。そんな感じです。でね、実銃界隈の話をすると、ここは別パーツ打って、そのフレームの裏側からかしめてあるみたいなんですけど、まあ、トイガンだと別パーツになってないのか、昨今のモデルガンだと別パーツになっちゃってるものもあるみたいですけどね。まあ、こいつがフレームラグってやつです。はい。でね、じゃあ M586 はカウンターボアードじゃないからフレームラグが2段のはずなんだけど、クラウンモデルを見るとフレームラグがなんか微妙になんかちょっとあるけど、これはね、M19 クラウンの、これもフレーム一緒なんであれですけど、 M19 も一緒ですね。まあしょうがないよね、 M19 と M586 でフレームとシリンダーが多分共通なんで、
もうその辺はもうそこまで言ってくれるなよっていう部分なんでしょうけどね。でも微妙にちょっと申し訳程度こうニョキッと出てますけど、そこまで踏まえた上でじゃまた別なモデルガンを見るとやっぱり面白いですよ。 M66、 M19 だけどこれ国際のモデルガンですけど、やっぱりねとにかくねここの隙間も少ないしさ、カウンターボアになってるからフレームラグとシリンダの隙間が極端に少ないんで、かなりきっちりできてるなっていう、こういうところで感心できますよね。で、じゃあコルトパイソン、コルトで言うとそのカウンターボアってごく初期のリボルバーで採用されてたんだっけ。コルトパイソンはカウンターボアじゃないんですよ。カウンターボアじゃないんだけどフレームラグね、2段にはなってないですよね。これどうなんだろうね、大丈夫なのかな。コルトパイソンはシリンダー押さえるけどカートリッジをかわす構造になってるんだね、フレームラグが。はい、わかりました。そういうことです。コルトパイソンに2段のフレームラグは必要ありませんと、そういうことなのか。カートリッジをちゃんとかわすと、そういうことです。なんかこうやって見るとさ面白いよね。リボルバーもさこの辺いろいろ違いがあって、でクラウンのねクラウンのパイソンもね、今度クラウンのパイソン今度カウンターボワードっぽいあのシリンダーになってるのかな。なんかちぐはぐだな、そういう風に考えると、うん、でもまあシリンダーだけ抑えるような構造になってますね。なるほどね。はい、こうやって眺めるとこのフレームについてるこの突起一つの造形とってもなかなか面白いよねと思いました、うん、奥が深いなっていうね。これねちょっと前にカウンターボワードの動画やったじゃないですか。でカウンターボワードの動画の時に触れればよかったんですけど、リスナーさんからコメントもらってね、フレームラグはカウンターボワードがあれば1段だし、カウンターボワードがないモデルだったら2段ですよねっていう確認のコメントが来たんですけど、あそうだなと、こういうとこねちゃんと知った上でリボルバー眺めるとおおってなりますね。また奥が深まってきたなと、そんな感じになりますけどね。今回ちょっとざっくりやってみましたけど、モデルガンはやっぱり実銃に忠実にというか、できるだけ忠実に再現しようとしてるんで、きっちりなってます。ただクラウンのエアリボルバーはちょっとこの辺スミス&ウェッソンものは、あフレームラグに関しては曖昧なのかなという印象でした、ね、まあでもね、実売3000円台で買えるライブカート式のリボルバーなんで文句言っても仕方ないですけど、そういう細かい部分をねきっちり眺めて遊ぶ楽しみも当然ありますというところです。みんなねリボルバーについてさらにちょっと詳しくなったね、フレームラグについてこれ知ってたからどうなんだよって感じだけど、これ知ってるとまたちょっとねリボルバーが面白くなりますね。はい、ということでね今日の動画これでおしまいです。また別な動画で会いましょう。うつべしうつべしうつべし、いいねやっぱりねこれですです